新澄み渡る梅酒。お父さんたち今日泊まってくでしょ。てか今日から一緒に住んじゃうかな。お父さん、お父さん、もう一杯いかがですか。おお、すまんね、ゴジ君。二階の角部屋なんかいいね。こちら側よ。なのに。新、澄み渡る梅酒。新、澄み渡る梅酒。新、澄み渡る梅酒。ごめん、待った。今来たとこ。おいしいイタリアン予約しといたから。え、何聞こえない。おいしいイタリアンなのに。新、澄み渡る梅酒。私たち、実は本日初デートなんです。なのに。新、澄み渡る梅酒。なのに。新、澄み渡る梅酒。え、なになに、作ってきてくれたの。サンドイッチ。え、見せて、どれ。うわっ、おいしそう。え、食べさせてくれと。なんか恥ずかしいな。え、いや、まあ、分かったよ。あ、あなのに。新、澄み渡る梅酒。やっぱり家が一番だ。落ち着くぜ。誰か来た。学会でーす。よっしゃー。なのに。新、澄み渡る梅酒。ムキムキ一家物語、この後すぐ。新、澄み渡る梅酒。なのに。新、澄み渡る梅酒。参ったな、なのに。新、澄み渡る梅酒。お待たせ。あの名作が透明になって帰ってきた。2年間の肉体改造を終えた山本浩二が透明ロミオを熱演。透明ロミオとジュリエット。
新、澄み渡る梅酒。お待たせ。あの名作がムキムキになって帰ってきた。2年間の肉体改造を終えた山本浩二がムキムキロミオを熱演。ムキムキロミオとジュリエット。なのに新、澄み渡る梅酒。こちらが寝室になります。どうぞ。いいですね。ありがとうございます。明るい、うん、普段はお二人でよく寝室としてご利用していただいて、うん、もし将来的にお子様が生まれた場合にはここを子供部屋として利用していただくことも素敵かと思われます。ね、ちょうどいい広さですもんね。はい、これ日当たりの方は日当たりバッチリです。あ、そうですか。はい、はい、床暖なんて。床暖も完備しております。あら、あ、ね、断熱材。あ、そうそう、断熱材とか。断熱材もふんだんに使用しております。そうですか、じゃあ安心ですね。ありがとうございます。でもなんか寒いね。そうですね、ちょっと肌寒いと感じられますよね、やっぱり。まあ、なんだ、それだけね、管理してあるもん。なのに新、澄み渡る梅酒。また俺の勝ち。マジか。トイレどこだっけ。あ、廊下出てまっすぐ15分。家でかっ。で、突き当たりを曲がって20分。家でかっ。そっから山2つ越えて家でかっ。セスナで30分でしょ。家でかっ。でクルーザーで40分。家でかっ。でそっからちょっと潜って50分。家でかっ。でそこの扉開けて50分。家でかっ。で廊下を20分。家でかっ。なのに新、澄み渡る梅酒。こんにちは、山本浩二です。今回、澄み渡る梅酒のウェブ動画に出演させていただきました。商品の魅力が伝わるように、本当に全力で撮影に挑みました。ぜひご覧になっていただければと思います。山本浩二でした。なのに新、澄み渡る梅酒。台本を読んでいただきました。はい、まあ、はい。どうでした。いや、どうでしたって、これ本当にミュージカルなんですか。いや、だってこれほら、水着だらけの水泳大会って、これどうなんだろう。それはここだけの話。え、ポロリもあるんですよ。ポロリ、山本さんの。え、僕の。うわ、やった。え、いいんですか。いや、違うです。僕ポロリちょっとやってみたかったんですよ。そうなんです。うわ、昔家でよく練習したんですよ。え、じゃあ、あの二幕のなんかこう涙を流すポロリって書いてあるけど、あれ涙じゃないんですね。そう。あ、そっちのポロリなんですか。うわ、だったらもう、だったらやりたいな。僕体鍛えてるから、まああの上半身ももちろんポロリできますし、はい、まあもちろんね、男ですから。そうなんですよ。両方からっていうポロリもできる。そうそう。なのに新、澄み渡る梅酒。おう、ロミオ、ロミオ。あ、痛い痛い痛い。新、澄み渡る梅酒。言いたいことがあるんだよ。やっぱり講師が可愛いよ。スイッチ大好き、やっぱスイッチ。やっと見つけた王子は俺が生まれてきたいよ。それはもう人生やって、俺の人生人生がある。お願いにさ、愛してる、愛してる。うるせえだ、新、澄み渡る梅酒。山本さん入られます。お願いします。お願いします。
ではまもなく着くんで、はい、もう少し待ってください。はい、じゃあ最後の話いきます。はい、はい、よーい。なのに新、澄み渡る梅酒。じゃあお世話になられます。お願いします。お願いします。お願いします。アンバン、はい、よーい、はい、ごめん待った。今来たとこ。おいしいイタリアン予約しといたから。はい、カットで。はい、カット。はい、バットお願いします。新、澄み渡る梅酒。はい、お待たせ。はい、カットです。はい、カット。はい、ムキムキ一家物語、この後すぐ。はい、立っていただきます。なのに新、澄み渡る梅酒。新、澄み渡る梅酒。